ありがとうございます。おはようございます。明日になっちゃう。ほんま今日もリハ行ってくるけど、なんか今日は本番通り通すみたいな。そう、ちょっと準備しながらさせていただきます。おっかいせ、あめちゃくちゃ取った。最悪。私のミフィちゃんのクローゼットが、クローゼ退出するんだ。うん、私のこの子マジ汚い。うん、やばい、本当に。痛すぎて入れ物しかない。寝室のじゃあ何使うかな、今日と明日。でこれにしてたらメイク薄いねって言われる。ん？逆に？メイク薄くないって言われるけど、多分落ちるんじゃない、このアイシャドウが。うん、好きやけどねこの色。うん、あえでもこれ新しかったやつ、ちょっとなんか廃盤になるって聞いたけんさ、うん、買った。別に欲しくなかったけど、ちょっと気になっとったけん。廃盤ってさ聞くとさ欲しくなっちゃうじゃん、うん、っていう。おはようしたからね。うん、みんな朝やけん頭が回ってない。みんなどれ、あ、ね、つけてない。おはようおはよう、だれだれさんが訪問一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 句。
うん、岩井さんも、うん、ちょっとすごい、ちょっと待ってね、新しく買ったアイシャドウ廃盤になるって聞いたから買った。え、これこれでしょかな。なんかさ、私さ持ってるんだけど10色と9色はなんかあんま好きじゃない気がしてきてるんだけど、からご飯持って帰られたと。そうよ、くそ、あれされた、ここに置いてかれた持って帰るのが面倒かなって、うん、できる、うん、これちょい残ししちゃうんだよな、ペットボトルって。いや、ペットボトル最後まで飲み切ったことないかも。え、それはやばい。え、あんま飲み切らなくない、なんか、なんか、だから私いつも飲み切らずに終わっちゃうんだけど。飲み切ったことないわ、僕。やばみんな気弱い。ちょ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 ってメイク時間少ないかな。なんかどんな感じかわかんない。聞き取ったよ。聞き取ったっけ、見てないの。それ1時間半。あ、そんな、メイク着替えと一緒。へえ。だからメイクはもう45分ぐらいってこと。マジか。え、夜公演チームも一緒にリハするんかな。ん？ね、なんかさ、私さ、今さっきさ、もうね、今日は結構家出るのが早くて、家出るのが早いんですけど、普通に寝ちゃってて、私は爆睡してて、そしたらお母さんが起こしに来てくれて、起きに大丈夫って、毎日起きないといけない時間だったんですけど、あんなじゃ起きないといけない時間だったんですけど、ここって6時まで安心してたってやばいよね。うん、そう、結構ギリギリ。うん、そうね、朝早いのあれだよね。
明日配信待つ。明日は別に変わんなさそう。なんかもうね、準備しながら収録すればいいんですよね、こういうのって。はい、だから行けます。なんかもさ、最近何いるか分かんなくて、そう、でもさ、今までずっと立ち位置持ってたけど、もういらないじゃん、立ち位置今日は実際。だから、どう持っていけばいいんだろうっていう。充電器か。イヤホン、オーバージュ、充電器。と、鍵。びっくりしちゃった。うん、私なんか今までここ最近で一番早いぐらい準備早い。準備他の人より全然早くないけど、今日は早い。なんかさ、やっぱりみんなでお泊まりするのね、こういう日は。みんなでお泊まりをするんだけど、私の部屋は汚いから、なんかみんな呼ぶのが申し訳なくて。すいません。おはよう以外に来た？うん、今はちゃんと話してるから私これで眠たいなんか、ね、仕方がない。そうな。今日髪も洗って頑張ってか。あ、409終わります、うん、今日って何がいるっけ。食べないよね、別にメイク道具とか。うん、メイク道具ぐらい。これで終わります。13位、ただの魚さんありがとうございます。12位カズさんありがとうございます。11位チャーハム入部希望さんありがとうございます。10位リカさんありがとうございます。9位エシタンさんありがとうございます。8位ガベチャロさんありがとうございます。7位デイドナシックスさんありがとうございます。6位イッチロシさんありがとうございます。5位オスさんありがとうございます。
4位ダイさんありがとうございます。3位コンスラさんありがとうございます。2位ヒデさんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。